医療共済って何か変わったの？いいとこに気がついたね。そう？これまでは入院日数に応じて支払われてきたんだけど、一時金でまとめてもらえるようになったんだよね。それっていいことなの？例えば日帰り入院だとしても入院前後って出費が結構かかるんだよね、うん、でもまとまった額を一時金でもらえるからそれらの出費にも備えられるんだよ。入院の短期化によって医療共済の形を変えていきたいんだよね。へえ。しかもカスタマイズだってできるんだよ。長期入院に備えて一時金を受け取る回数を選べたり、全額自己負担となる先進医療にかかる保障をつけるか選べたり、保障を充実させたい人も極力掛け金を抑えたい人もそれぞれが自分のライフプランに合わせて組み替えられるんだよね。髪型は変わった？カスタマイズ。今日のおさらい。新医療共済メディフルはまとまった額を一時金でもらえるから入院前後の治療費にも備えられる。こっちの方がいいね。あ、まあ、どっちも似合うけどね。違う違う、新医療共済。え、あ、でしょ。いや、そう、変わったんだよこれ。うん。え、変わったでしょ。変わったね。え、どっちが？どっち？え、こっち？こっち？変わったね。どっち？何の話？新医療共済変わったよ。もう変わっとこう。ん？医療共済っていつから入るものなの？いつからでもいいけど、まあ早いに越したことはないかな。掛け金もずっと変わらないし。ずっと？うん。南がおばあちゃんになっても変わらない。おばあちゃんか。でも私ずっと健康そう。そう、そうなんだよ。そんな人もいるだろうと新しくなった医療共済は3年間健康だと祝い金がもらえるタイプもあるんだ。しかも共済掛け金を払ってる間は3年ごとにずっと何回でも。おじいちゃんか。ほうほう、ずっとか。それはいいな。今日のおさらい。新医療共済メディフルは掛け金がずっと変わらない。しかも3年ごとに健康祝い金がずっともらえる。3年ごとにずっともらえるんじゃ。そりゃ長生きせんといかんの。んだ、何より健康が一番じゃ。それにしてもええ天気じゃの。もう口ひげ関係ないじゃん。ありがたいの、うん、これいつまでやるの？マイ火災プラス？ああ、これはね、火災や地震、台風などの災害の時に使えなくなった家具家電や医療品などの家財を保証してくれるんだよね。建物の保証だけだと家財への備えができないからさ。っていうと？例えば、南のフルートも保証してくれるよ。もちろん、毎日の生活で大切なのは家そのものなんだけど、それと同じくらい僕らの心も体も支えてくれてるのは家財なんだよね。4人家族だと家財の総額が1000万を超える場合もあるし。ほら、南のフルートだって安くないでしょ。そうね、安くないね。今方言出た。
え、どうやってた？実家のこと考えてたからかな。今日のおさらい。建物構成教材マイ家財プラスは家具家電から医療品まで幅広く保証。もう一回言ってみて。もう一回、うん、そうね、安くないね。いや、それ普通に標準語じゃない？嘘。うん、そうね、安くないね。いや、もうどこの言葉でもなくなってんじゃん。意識したらできない。もうちょっとこう実家のこと考えてさ、どんな家財、あ、どんな家なの。もう意地悪、ほんとうるさいんやけど。なんなん、静かにしてくれん。出てる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 。黙れ。